はい、じゃあ、明日の取材の打ち合わせ始めます。お願いします。直接人と接触しないメリットがあるオンライン会議、今や当たり前になりつつありますよね。そうですね。おや、よく見ると見慣れない参加者が画面に参加者かわいい旭山動物園の人気者ペンギンです、うん、この旭山動物園からはこのペンギンの他にもリラックスして寝ている愛くるしいアザラシの姿があちらのカメラでズームの会議に配信されます。ここにカメラが。あ、構えた。オンライン会議に全国5つの動物園の動物が参加するこのサービス、名付けてズームです。あ、動物園のズームズーとかけているんです動物たちを映すのは今回のために設置された無人カメラ。リアルタイムで会議に映像を届けます。ここに詰めている部分と全く別の時間の流れ方をしている、少しこうほっとするというんですかね、まあ、あまりそっちばっかり見ちゃったら会議にならないかもしれないですけども、やっぱりいつか行けるようになったら行きたいねっていうところにつながるのかなと思ってます。 STV のオンライン会議にも早速動物たちを招待。参加した記者にいつもと違う会議の感想を聞いてみると、動物の話題を振ってみるだとかで少し会話の一つ種になるかなっていうふうには思いました。あとは単純にすごく可愛いですペンギンいつこっち向くかなみたいなのをずっと気にして、お二人の顔は全く見てませんズームのズーとですね、動物の赤ちゃんを掛け言葉にしたですね、まあ大喜利なんですけど、少し楽しい企画を持ってですね、さらに世の中癒していけないかなということで開発をスタートいたしました。我々のマウントレーニア事業の売上の一部をですね、動物園の赤ちゃんの飼料代、餌代としてですね、還元するという企画を盛り込んでおります。コロナ禍のテレワーク疲れを解消しようと、動物たちが癒しを届けてくれています。